厚生本社エントランス株式会社厚生は、主に化粧品の製造、販売を行う日本の企業である。美しい知恵人へ、地球へ、まさしきことに従う心創業者である小林、林、高三郎のザウの名。これは創業以来の企業精神の根幹であり、厚生グループのコンプライアンス経営のようと位置づけられている。日本の化粧品大手、創業当初から美容部員により、 店舗での対面販売形式をとり、現在では多様な販売チャンネルを通じて展開する日本の大手化粧メーカー。1960年代後半より中国、香港、韓国などのアジア市場への参入を積極的に進めている。当初は個性というブランド名で事業を展開していた。1991年に解消され、コセと表記したが、英語圏で。 構図と読まれてしまうのではないかと危惧したため、コスト表記を改めた。製品面では、化粧業開発の美容液とパウダーファンデーションのカテゴリーを成形し、ファンデーションとスキンケアに力を入れている会社である。また、夏用リキッドファンデーションや、水あり水なし療養にウェイファンデーションを作り出した会社でもある。企業理念は、美しい知恵人へ、地球へのもとに美にまつわる。 あらゆる知恵を出し合う姿勢をとっている。また、人々のために、そして大切な地球の未来のために、役立てていこうという企業姿勢も示している。中長期的な会社の経営戦略としては、新規事業と海外事業拡大を柱とする、成長ドライバーへの注力、セレクティブブランド事業とコンシューマーブランド事業を軸と、する、期間ブランド事業収益拡大、コスト競争力、 企業保有資産のパフォーマンスの向上による経営基盤の強化の3つの基本戦略に取り組んでいる。高級スキンケア用品を得意とするアルビオン及び2014年4月に買収した米国タルト社が子会社として業績に寄与。2014年10月に化粧品が免税対象商品に加わったことにより、法日観光客による消費、特に 中国人観光客による爆買いが大きな売り上げになっていた。しかし、円安、元高基調が崩れたことに加え、中国政府が2016年4月に化粧品の関税を10%近く引き上げたことから、日本国内で化粧品を購入する割安感が薄れる。こうした事情を背景に、厚生は中国人に人気のある石器性について、 中国国内旨に容量と単価を見直して買いやすくした。また、それに先立つ2011年、中国国内においてリブランディングに着手。小林和都社長の号令で後世の活動理念、良い商品を良いお店できちんと売るに立ち戻る構造改革に着手。現在の中国国内における好調な売上げの背景になっている。 ファンデーション系のイメージモデル構成コスメニエンスのセルフ販売商品ファンデーション系のイメージモデルメイクアップのイメージモデル構成コスメニエンスのセルフ販売商品メイクアップのイメージモデルその他化粧品ブランドのイメージモデルその他モデル特記事項会社情報企業理念コス2020年3月30日閲覧構成設計性爆買いに頼らない新戦略 東洋経済オンライン2020年3月30日閲覧後世の中国市場開拓焦らないブランド戦略が成功の秘訣国際商業オンライン2020年3月30日閲覧後世の秘蔵っ子ジルスチュアートの秘密他社大苦戦の中価格化粧品市場で絶好調東洋経済オンライン2020年3月30日閲覧 コスユアソングーズベスト10東京 FM 2020年3月30日閲覧2018年現在は JA 全農カウントダウンジャパンと海外し継続中であるありがとうございます